富山県高岡市の河川敷では恒例の鯉のつかみ取り大会が行われました。パパ、はいはい、イベントはこの地域が湧き水が豊富で鯉の養殖が盛んだったことから毎年行われています。鯉のつかみ取り大会は大人から子どもまで参加でき、80人ずつが20分間池の中で奮闘します。以前は鯉の重さを競っていましたが、去年からは200匹の中に金の鯉と銀の鯉が放たれ、宝探しのように探し回ります。よっしゃ、金取った。みんな集まっとってなんか金って言ってたから行ったら取れました。取った魚はそれぞれ持ち帰り、刺身にして食べるということです。